事故があったののは、旭川市春光町道や自衛隊などによりますときょう午前9時半過ぎ駐屯地内で訓練中のヘリコプターが墜落し乗っていた30代とみられる男性自衛官2人がけがをしました1人は顔から出血しているものの2人とも命に別状はないということです。防衛省によりますと、 ヘリコプターは10メートルほどの高さでホバリングした状態から着陸する訓練を行っていたところ、ローターが地面に接触し、着陸に失敗したということです。炎上の恐れはなく、周辺の住宅地に被害は確認されていません。自衛隊などが状況の確認を急いでいます。